皆さんこんにちは、しのりみチャンネルのしほです。はい、ということでやっと念願の美容院にやって来られました。はい、今日は首痛くないですか？今日は大丈夫です。はい、はい、ということでね、早速行きましょう。行きたいと思います。はい、行きましょう。今日はママと二人きりですね。平日なのでちょっとね、寂しいですけど、おなじみのこちらでございます。入りましょう。こんな感じです。はい、どうですかね。もう一気にだいぶ切ったと思います。10センチ以上は切ったよね。はい、本当にすごい。どうですか、出来は？すごいいいです。はい、結構希望通り。はい、希望通りにね。とりあえずまっすぐということで、であと顎ぐらいの長さっていうのをね、ずっと言っててね。はい、でもいいんじゃない？なんかさっぱりしていいよね。ちょうどね、派手ないんですよ。あ、そう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 、うん、いい感じに。まあ今日はね、切ったばかりだし、美容さんが綺麗にブローしてくれてるから、今日はもうもちろん綺麗なんだけど、まあ明日からだよね、どれぐらいこうなるかっていう。前髪もストレートにしてもらって、そうそうそう、念願のね、もうとりあえずまっすぐにしてくださいってお願いしてたもんね。笑ってたよね。まあとりあえずまっすぐねとか言って、後ろはとりあえずまっすぐにしてくださいとか言って、もうとりあえずまっすぐまっすぐですよね。まっすぐを強調しすぎて、なんか笑われたんですよ。そう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 、すっごい強調すんねみたいな。とりあえずまっすぐがいいんだねみたいな。分かったよみたいな感じだったんで、じゃあもうまっすぐにしようみたいなね。はい、なんかね、前回の時はまだ小学生だし、あんまりこうまっすぐにしすぎちゃうより、まあ若干ちょっとね、ちょっとは残した方がいいねっていうので、多分ちょっと弱めにかけてもらったんだよね。しかも前髪しかしてないです、前回。あ、前回はそうだけど、その前々回全部かけた時もなんかもうすごい、もうもともとそんなにくせ毛なわけじゃないし、ちょっと弱めにってやってたんだよ。でも今回はもうね、まっすぐにしてくださいっつってね、もうシャキーンみたいなね、はい、感じにしてもらったんだよね。してもらいました。はい、どうですか？よくない？超優雅。うん、さっぱり。はい、ということで。はい。気に入りました。リミよりちょっと短いかな。はい、リミの方がちょっと長いよね。だよね。だから本当に、リミは肩ぐらいまでなんだけど、私は肩よりちょっと上なんですね。そう。リミもね、この長さにしようかってね、言ったんだけど、もうこれ以上は無理って。で、あれが限界だったら切るの。なるほど。うん。ということでね、はい。月曜日にね、みんながね、声かけてくれるかどうかは、ちょっとね、不安だけど。前回も結構切ったと思ったんだけど、10センチぐらい切ったんです。切ったのに、4人ぐらいしか話しかけてくれなくて、切ったしちゃうみたいなのが4人しかいなかった。いつもしかも遊んでる4人にしか言われなくて。クラス何人だっけ？39です。39人中4人のみ。まあ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 ね。でもリミのリミでさえ、クラスの女の子もね、男の子もリミでさえ気づいてくれてたの。あれ切ったみたいなこと言ってて、私はただ聞いただけだから、直接本人には言ってないけど、妹にね、私鬼ごっこしてる時にね、この前リミを派手にかばったの、これ。ああ、そうなんだ。その時にね、なんか切ってるなって言ってて、ぼそっとそれは私聞こえてて、言ってるなと思って。だから妹は気づいてなかった。そう、気づいてて、私の時気づいてなかったのに。でもほら、しーちゃんはさ、こう結構下ろしていくことが多かったから、まあよく見てない人はもしかしたらわかんないかもしれないけど、リミはもうすごかったから、もう前髪上げ、1本に縛りが毎日だったから、それが急にさボッと下ろして前髪も上げてない感じだったから、ガラッと変わってると思う。ガラッと雰囲気が変わってる。やっぱりみはちょっと変わったよね。うんうん、うん、私は、ずっと下ろしてるんで、そうだよね、雰囲気も変わんないし、本当に多分変わんないんだろうね、雰囲気とかが。そうかもね。だからああ確かに変わったかもねぐらいだと思って。確かに長さは短くなったねって言われて分かる人もいるかもしれない、から。でももうこの長さだからね。前まで私この辺まであったんだよ。10cm切ったんだよ。さすがに分かってくれるでしょ。分かんないかもよ。ちょっとそれは分かんないよね。分かった。だってこの前先生でさえ気づいてくれなかったんだよ。気づいてくれなかったの？へえ。普通におはようございますって終わったの。マジ？悲しい。男の先生だったから言いづらかったじゃん。でも違う子だと言ってたの。あ、そうなの？リムみたいに一本に結んで急に下ろしてきた子、超雰囲気が変わってこう、私ぐらい切って本当に私ぐらい切ったの。じゃあ切ったねって言ってて、私切ったんだけどと思って。じゃあさ、月曜日3週間ね。そうだから先生が答えてくれるから何人に言われるか楽しみなの。皆さんもし機会があったら報告しますね。そうですね。はい。ということで以上、私が髪を切った動画でした。前回ですね、私首を痛めておりまして切れなかったんですよ。やっと切れましたね。平日に行ってまいりました。はい、3時間かかりました。なので今ね、5時に行って8時に終わって、8時10分がちょっと過ぎちゃったよね。そうぐらいに終わって、急いで帰ってきて、今急いでご飯食べて9時ちょっとです。今ちょっと過ぎ。まあ明日休みってことが救いです。土曜日ではいよかったね。金曜日にしてこれ平日だったら結構きつかったね。今からお風呂入ったり運動したりするとちょっときつかったなと。はい、なので金曜日っていうのが救いでしたね。そうだね、よかった。はい、ということで今回私が髪を切ったっていう動画でした。はい、ということでそれではバイバーイ。あ、でも動画見てさ、まあこの動画週末にあげられるかわかんないけど、先に動画を見ちゃった人はあんまり驚かないかもね。ああ待って、土日にあげないで。リミもさ土曜日にもうリミの場合もう切った次の日にあげたの動画。あ、そうなんだ。そしたらみんなさ結構さ LINE とかでさ「リミちゃん切ったね、YouTube 見たよ」とか。なんかママの友達からもさ「りみちゃん髪切ったんだね」って言われたりし、やっぱ反応があるよね。反応が「りみちゃん髪切ったんだね」だからしおちゃんももしかしたら日曜日にあげるかもしれないんで。ああ、じゃあダメだね。分かんない、分かんない、日曜日だからまだ分かんないけどね。まあいいや。はい、じゃあさよなら。あ、さよなら。え、さよなら。今思い出しました。何？